イメラジオ第回今日は令和5年5月9日火曜日です時刻は午後6時半横浜港北太陽はもう西の空沈みけれど薄い茜色の光が西の空地平線にあるそんな時刻街あかりもつき始めましたね今から夜が始まります今日は 午後緑道を走りに行ってそして夕方夢ラジオの放送をしましょう午前19回目今回は「スマホ所持だけでは受信料徴収されない」こんなタイトルでお話ししましょう「スマホ保持だけでは受信料徴収されない」 NHK が受信料を払わない人に対して割増金を2倍請求するだからもともとの受信料が3倍になって払わなきゃいけなくなるそれがこの春のことですこれは NHK 党には追い風でだから選挙の時 橘さんが「48党じゃなくて NHK 党から候補者出そう」と急遽ドタバタやってましたけどそんな小手先が通用せず「48党も NHK 党も惨敗」と。とはいえこの割増3倍になる受信料がね この脅しによって NHK の受信料を支払ったっていう人が結構いたそうですこの1月から3月にかけて3倍払わされるのが嫌だったんでしょうねで今立花たちがチューナレステレビでもう インターネット経由でテレビを見よう受信機を備えていないんだったら NHK は受信料を請求できないこういうところまで話が来たわけですねそしてリスナーの皆さんにはそのうち NHK はスマホを持っているだけで受信料を徴収するんじゃないのかそういうふうに思いになってるいる 方ももいらっししゃるかもしれませんがそれは今のところないこの NHK 受信料の話を最初に報道したのは産経新聞でその産経新聞の記事の書き方に問題があってまるで NHK そして有識者会議の人たちがね有識者たちがスマホを持っているだけでもう NHK の受信料を請求 できるようにしよう、そう考えているっぽい報道をしたんですよ。で広まっちゃったわけですが、今のところ実はその有識者の方々すらスマホ持ってるだけで受信料を取ろうんなことは誰も言っていない。NHK もそれは無理だと分かってる。だからあのフォーティエット党の斉藤代表がこの前。 国会質問で NHK の会長にそのチューナレステレビだったら受信料発生しないのかするのかと聞いたら NHK の会長が受信機を備えていないそういうテレビは NHK 受信料は発生しませんとですから当然スマートフォンもあの しない受信料はねただしですねここうういいととはあり得ると思いますスマホに NHK の番組が見れるようなアプリをダウンロードしてまずそしてそのダウンロードしただけではあの見たことになりませんからそこで自分の名前とか個人情報を入力してもう見れるという状態になったら。 この時には NHK が受信料を請求してくる。これはあるでしょうね。だってそれ、見ようと思ってそういうことするんだから。スマホを普通に使っている人で NHK 関係なかったら、まずアプリダウンロードしないし、ダウンロードした後、そう、能動的にね、その後能動的にいろんな個人情報を入力して、よし、見よう。こういうことにはならないと。ただし、いずれにせよ、今後 NHK にとっては、 この受信料っていうのはどん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 徴収しにくくなる当たり前ですよ面白くないんだもん誰も払いたくないもん NHK の存在意義みんなおかしいなと思ってる存在意義ないなと思ってるんだからだから、まあ、大学生で就職するみたいな人も昔は NHK っていうとなんか硬い職場で やめさせられなくていろんな地方局も行けてであのアイドルにも会えてでお給料もそこそこいいっていうなんか人気あったんですけど今からはもうこれから5年ぐらいじゃないかな5年内外で NHK はかなり困った状況になりそして NHK 職員も今みたいに不祥事ばっかり起こしていて。 なのに1,500万ほどの平均で年収がもらえるこんな職場ではもうなくなるでしょうゆくゆくは NHK は国営放送になるというのは時代に逆行していますから民営化されるでしょうねそして民営化されて自助努力でお金を設けてねそれでその局員が1,500万ほどもらってるっていうんならそれは 民間企業の努力の結果そうなんですよ。実際 TBS とかテレ朝とか今でも平均で1,200とか1,500ぐらいあると思いますよ収入は。それだけの仕事してるからでしょう。民間企業がその自分の努力でそのそういうお金をもらったとしても誰も何にも言いませんよ。ところが NHK みたいに受信料を強制的に徴収して であまり面白い番組もないとみんな見てもいないとそれでその職員がこんな高いお金もらってたらこれは何やという話に当然なりますよねスマホ保持だけでは受信料徴収されない当たり前のことでリスナーの皆さんもその点はあの多分心配なさらなくていいと思いますただし NHK というこの放送局のこれからですよねでもうこれから急に面白い番組が出てくるとも思えない民営化されるんだなゆくゆくは民営化だろうなそう思って NHK を見ていて間違いないと思います。やがて5年以内にそういう報道が出てそして今まで私たちにとって当たり前のようだったあの受信料という こういう制度もなくなっていくことでしょう。私は良いことだと思います。立花が NHK をぶっ壊すとかってもう十何年言い続けてますけど、その時本当にぶっかしぶっ壊しましたと立花が嬉しそうに言うでしょうね。楽しみですよ。イメラジオ今回は地震量についてお話し,しました。